第8試合はメガモンスター巨大空間王、まずは赤コーナーアジャコングブル中野、この両選手なんですけれども、でかいですね。もう史上最強のタッグという感じするんですけれども、今日の相手について聞かせてください。不満だらけ、最悪だな。なんでこのペアにあの相手なんだよ。記者会見の時にも随分と言ってましたね。当たり前だろ。不満ですか。不満。その中で今日はどういうふうに戦っていきます。もうこの2人が組んだら最強だって、それを見せるしかないだろ。もうそれしかないよ。さあ、そのブル中野選手ですけれども、今日はアジャと組んで、やはり同じ意見ですか。はい、そうですね、今回のオールスター戦は今後を占う意味でも重要だと思うので、まあ前場の強さはアジャに見せてもらって、自分はブル中野というレスラーの人間味で勝負したいと思います。今からもうゾクゾクするような感じがいたします。そして青コーナーはハーレー斉藤、イーグル沢井、この両選手 LLPW からの参加ですけれども、さてこの巨大空間ウォーの中ではやや小さい印象を受けますけれども、はい、自分でも感じまして、やはり1月2月ぐらい前からですか、2キロぐらいのウェイトアップを測ったんですけども、やはり体的にはまだ貧弱に見えると思うんですよ、お客様からしても。そのあたりどうやって戦っていきます。もう自分の持ってるあの蹴りと、あとスピードテクニックでカバーして、なるべく捕まらないようにどんどんぶつかっていきたいと思います。はい、はい、そしてイーグル沢井選手ですけれども、かなり立派な体格、結構いけそうかなって感じするんですけどね。あ、そうですか、はい、どうですか、この相手を見て。大きい選手とあんまり当たったことないんですけど、すごくやりがいがあると思うんで頑張ります。はい、闘志が感じられます。第8試合メガモンスター巨大空間王サクブル一本勝負をございます。僕の方はエグリスになる270パンドイーグルサクブルイーグル同じく140パンドです。メガモンスター巨大空間ウォーと題されました。本当に巨大空間という感じがしますけれども、いや今のアジャとブルの、ね、入場からアジャのドッキリパフォーマンス、なんか新しいことを、ね、やるんじゃないかと思いましたけれども、ね、はい、いやそれにしてもこのブルシェイプアップされましたね、随分。そうですね、はい、さあアジャコングブル中野、そして LLPW からハーレーサイト、イーグルサワイという巨漢対決という感じですけれども、放送席の方ですけれども、ゲストにLLPW 社長でもあります、そして見事、素晴らしい試合を見せてくれました、風間るみ選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど素晴らしい試合でした。ありがとうございます。もうハードでしたね、20分を超える ね、なんかこう社長パワーっての感じたんですけど、どうですか。一度執念ですね。一度執念、あのフォールをもぎ取ったって感じでしたね。さあ、そしてゴングですけれども、意外とはアジャ選手っていうのは、はい、あのブル様以外に、うん、巨漢って言える選手と戦った経験割とないんですよ ね、 ね、自分と同じぐらいの体重の選手とか、はい、この沢井という選手面白いかもしれないですね。そうですか。さあ、まずはそのイーグル沢井、そしてアジャコングですけれども、本当にこれ女子プロレスとは思えないという人失礼ですけどね、ものすごいパワーファイト、あった、これは強烈だ。そしてうわすごい、両方とも微動だにしない、うん、意地と意地のぶつかり合いだ。さあ、これアジャもおっとバックへ回ってバックドロップ、おっとアジャすごい一歩越しだよ、そしてお返しだ、バックドロップ合格の、いやーすごい、驚きました。どうですかアジャの今の、ちょっとヘルレーザーズしてましたね。なるほど。いや、それにしてもこのブルのこのしなやかな、ちょっとブル様っぽくないですね。これはびっくりしましたね、でも
メキシコ行く前から20キロばかりウエイトダウンしましたから、なるほど、はい、いやそれにしても随分スリムになりましたブル様ですけれども、風間選手ね、風間社長って言った方がいいですね、このハーレーとイグ控え室の表情というのはかなり緊張してましたね。結構緊張しました。でやっぱり、ね、うちもちっちゃい選手の方が多いんで、はい、2人揃ったのパワーのある選手っていうのはなかなか当たらないじゃないですか、はい、なるほど、その辺ではかなり緊張してました。しかしハーレー選手ってのはなんかこう時見よくていいですね。センスはすごいいいと思うんですよ。感が鋭いんで。なるほどね、はい、うん、スピードではこの4人の中でね一番ありますから、やっぱり、そうですね、やっぱり体格ないのはスピードで補うって感じですよね、うん、まあ、逆に個性を発揮しやすいというのも言えるんでしょうけど、おっと、いや僕これアジャがこうやって吹っ飛ばされるのは初めて見ましたけども、いいですねイーグル、いやー、乗ってますね、おっとこんなおかしい足か、いやすごい、この2人のシングルそのうちなんか見たいなという気もしますね。いいですよね、魅力あるカードですよね、本当に。そうですね、何か真っ向からこうぶつかっていってくれるんで非常に気持ちいいんですね、見ててね。おっと、石川崎、本当にアジャというのはプロレス人間だなという気がしますね。ちょっとグレートムタが入ったりロードウォリアーズが入ったりブッチャーが入ったり ね、なんか骨の髄までレスラーって感じがしますね。まあ、見てる方も本当楽しいですよね。あとまたブッチャーサッポーですね。ブッチャーって感じがしますね。さあ、あとエルボスマッシュ、さあちょっと場内シーンと静まり返ったんですけれども、さあこの辺でまたしてもおあっとグレートムタ違う色出しましたね、いや緑やですかね今のは、なんか口いじったんで変だなと思ったらああいうことがあったんですね。なるほど、横浜アリーナにグレートムタ誕生かという感じですけども、というのはアジュ選手は割と、はい、このオールスター戦ではタッグじゃなくて本当シングルを希望してたということで、まあ、記者会見でもねかなりカード的にはちょっと不満があるなってことをね、はい、口にしてましたから、はい、風間社長ね、はい、イーグルとハーレーのコンビというのは別に定番ではないですよね。定番ではないですね、で先日の後楽園ではシングル戦ってますよね、はい、メインで、はい、かこれは LLBW 代表が2人組んだって感じですか。そうですね、これからもう次の世代をしっかり築き上げていく2人なんで、なるほど、まあ、これは社長としても今日の試合注目してるなという感じです、はいはい、いやそれにしても LLPW で今日小気味というかいいですね動きが。そうですか、もうやっぱりここでかけるしかないんで、なるほど、もう名前を覚えてもらって、大きくするチャンスなんでね、やっぱり名前を覚えてもらうって感覚ありますか。はい、ありますね。いや今うわーというね背中に強烈なキック、まあ、アジャというのはこのキックを別に前面出してるわけじゃないんですけどものすごい蹴りをしますからね。空手出身ですからね、ああそしてこれはいいバックドロップだ、あれはなんかへそで投げたって感じですよね、はい、さあブル中野、ブル様、しかしちょっとメキシコ遠征でかなりシェイプアップしての凱旋帰国というところですけれども、おっとこれ強烈、うん、ダブルアームの体勢からそのままバックブリーカー、形がねやや崩れた分だけかえってなんか打ちどころがね、なんかゴツッと落ちてったって感じですね。いやそれにしてもこのイーグル選手本当ただのね巨漢レスラーじゃなくてね非常にいろんな技持ってますんでその辺も楽しみなんですけれども、さあここはおっと場外に展開した、おっとお今度は逆に、おセカンドロープで、あったあこれも綺麗に決まった、こうならばこう、こうならばこうというなんか詰将棋の動きでしたね、今のそうきたらこう来るぞというね、それがあれじゃないですか、ハーレーの感じの良さって感じじゃないですか。そうですね、やっぱり体細いですからね、どう見てもどうですか、やっぱりこの3人ともね、いわゆるその大型ですよね、ハーレー選手その辺意識してる部分ってあるんですか、やっぱり。そうですね、やっぱり自分がどうしてもちっちゃく見られちゃうっていうのをかなり気にはしてましたけども、その分やっぱり技や、それにしてもこのキックが先ほどからいいですね、今ヌンチャクを取って、はい、さあこの辺がアピールのしどころというところですけれども、さあハーレー斉藤、おお、これはまたこれはブル様の表情も非常にいい、これブル様のパフォーマンスなんですよね、いやこれは勢
きな演出というか、いや、あのレスなんかプロレス心がありますよね、ハーレって。あ、なるほどね、初めて見ましたよ。そうですか。でもああいうことを考えるっていうことは本当プロレス心があるって感じですね。あと今回そしてルルが本家本元と言わんばかりの二刀流という感じでしたけども、どうだと言わんばかりでした。さあこうしてこれ食らっちゃうと一番いけないんですよね。そうですね、この辺はやはり体格差、いかんともしがたい DDT。 さあカウント、カウント2。でもハーレって本当に顔見てると応援しやすいですね。なるほど、あの応援したくなる顔、そうでない顔ってありますから。いやー、ここで早くも投入感を出してきた。じゃあイーグルってやっぱ応援しにくいですよね、割と。そうですか、はい、そういうというのはやっぱり応援しにくい顔ってあるんですよ、うん、あ、なるほどね。まあ、あんまり表情がね見えない、あの髪の毛が長いんでね、見えにくいというのも部分もあるのかもしれませんけど、おっと、お、今度は逆にイーグルが先輩特許を奪った。あっと、しかしアジャの頭は当然硬い。いやー、なんとセカンドロップ、わー、あ、しかしアジャビクトはしない、自分で打つ、やっぱり来ましたね。あ、なんか落ちのつけ方が天才じゃないかと思いますね。あと、ブル様がコツンとね、そうっていうのは、うん、今の立場だとブル様がサブになって、うん、あ、そうなんですね、アジャの天下ですから、はい、一応、一応コールもねブルから出ましたからね、おっと、チャンピオン張ってるのがブルですし、あの、はい、アジャさんですしね。ドリアハオルパイルドライバー強烈です。かえってなんかブル中野選手ちょっとお姉さんっぽくなっちゃいましたね。あ、逆に おとなしくなったと言ってるかもしれないけどね、これはいいですね、この巨漢から繰り出す川津落とし、本当にあのフェイントかけてからの技ですから、うん、はい、あ、そして今度はどんな技を繰り出してくるのか。さあコーナーに振って、おっと、あーっと、強烈なエンズイラリアット、お、そして、おー、すごい、これは裏投げって感じじゃないですか。裏投げか、あるいは喉は落としか、まあ、ここまでの動きどうですか、風間社長。今日乗ってますよね、でも、うん、イーグル乗ってますね、はい、あ、そしてロープサイドだから、おミサイルキック、これはやんないんじゃないですか。やらないですね、これは驚いた、これも初めてだと思います。これはもうミサイルというのはあれですね、もうメガトンの大砲ですね。さあ、そしてあのやっぱりハレー選手技軽いですから数持っていかないとダメだと思うんですよね、はい、あと、うん、ミールキックだっていうのも、はい、何十発でやっていいんじゃないですか。なるほどね、見せ場ですからね、うん、ちょうどなんかこう蹴ってるあたりを見るとね、山田敏夫みたいなこう雰囲気もありますよね。あ、そのシングルも面白いかもしれない。あ、ええ、シングルね、面白そうですね、ええ、どうですか社長。そうですね。さあ、おっと、これは何かメキシコ仕込みの器用ですね、トリッキーな、はい、ファイトでしたけれども、さあ今度いけといって、開けちゃって、開けてますね、アジャが飛んだ、お、すごいすごいすごい、アジャが飛んだ、お、何でもやりますね、ブルも飛ぶのか、相手は2人じゃないかな。いやー、さあブル様が、ブル様が行くのか、ブル様が飛べな、あー、すごい、あ、2人まとめて、素晴らしい、うわー、これはちょっとシビアだ、やっぱりね、あの、はい、攻めになってまいりました、ベテランのブル様と、まあ、チャンピオンのアジャがね、いつも違う、いつもと違う局面を見せてるから、うん、ハーレーとイーグルもいつもの5倍ぐらい新しいもの出さないと、そうですね、本当はこの合体は何があるのか、あー、危ない、危ない、これかな、これはかなり、なんか頑張れ、危ないぞ、危ない、頑張った、今の打ち方はちょっと危なかったですね。でも、このガッツがなんか、いや、自力で返しましたもんね、うん、パッドじゃなくてね、ハーレーマニアって増えると思いますよ。あーっと、これもうまい、これもうまい、あ、そしてイーグルが帰ってきた、危ない、おっと、イーグルも飛んでますね。いや、場外でも目が離せないという展開になってまいりました。あった、あー、すごい、これは美しいニルキック、カウンターでヒットした、いいですね、美しかったですね、はい、さあ、そしてへそ投げのバックドロップ、いやー、息を吹き返したハーレー、あれだけ攻められていながらこ このバックドロップは立派ですが、おっと、あっ、リバースの DDT、 はい、さあカウントは、あ、カウント2、これメキシコでバンピーロカサノバって選手が、ね、はい、あのフィニッシュしてる技なんですね。あと、あっ、おっと、これは素晴らしい、タイガースープレックス、あー、危ない、うん、こんなことできるぞ、こんなことできるぞっていうのは本当
どん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 今コミングファンに見せた方がいいと思いますね、はい、いやブルさんはいとも簡単に投げましたけども、あーっとこれも強烈、これはイーグル選手の得意ですね。そうですね、はい、バディープレス、あーかなりシェイプアップしたブルですけれども、この辺はメキシコ仕込みの何か技を考えているのか、あーっと一回転した、ちょっとテルトスラムっぽいね、はい、おっといやこれ流れいいですね、かなりタックのうまく繋いでますね、はい、繋いでますね、定番タックではないにしろ非常にいい繋ぎ、あーっとこれも強力、あそしてコーナーコーナーに登っているのはハーレだ、さあタッチをして、さあ何があるんだ、あーこれはダイビングボディープレスでしょうか、ブル危ないぞ、おっといや今かなり飛距離もありましたし、うん、持てるものを全て出すべきですよ、もちろん相手が相手ですしね、うん、持ってるもので5倍ぐらい本当は、はい、あーたぶないバックドロップホールド、頑張れ頑張れ、いやああいうとこで体格差出てきちゃいますね、そうですね、うん、ちょっとね、しかしその辺は本当に頑張ってほしいが、おっとあハーレが、あっこれはおジャパニーズレッグに、あやっぱり体がないっていうのは、はい、完全にねブリッジまでいけませんでしたね、相手はやっぱアジアですからね、はい、おっと今度はあーっと引っ張らこういった、おっうまい、これはうまい、この辺の応用がセンスのあるハーレーならではの攻防という感じでしたね、一瞬タイミング間違ったら、うん、パワーボムもらうところでしたよね、さあそして今度はあーまた裏からな、しかし2回は同じほど、おっといやこのまま落とすのかと思いましたらリバースできました、さあカウントはカウント2、返し方一つも新しいですね今日のアジアは、そうですね、あーっとあグローブを直したと、裏剣か、このところ鳴りを潜めていただけ、危ない、あーっとボロに入った、もらっちゃうと大変なんですよね、大丈夫でしょうかね、あれこれはなんとかガードしないと危ないぞ、キックで、あーきた、やっぱりこういう頑張るハーレーが好きっていう人多いと思いますよ、あそしてあブル様が、ブル様がこれかフィニッシュへの序章なのか、これはブル様がトップロープ、あーあー出たー、キャッチトロップ定番です、カウントはおっ返しましたね、でもその後がありますから、ムーンサルトですか、ムーンサルトですか、おっとあローリングセット、ローリングしてのギロチンかな、さあカウントはローリングギロチンっていうんですか、いやそれにしてもこのアジャブルにねこの LL、 あブルがこれはあ手を取りました、手を差し伸べたブル、さあアジャはおアジャの、さあアジャがマイクを取った、ハーレーイーグル思ったより楽じゃねえか、イーグル大阪待ってるぞ大阪、いつでも覚えててやるからな、大阪来い大阪、アジャのなかなかやるじゃないかというマイクアピールでしたけども、でもあんだけね不満だって言ってた割にこうやって認めてもらったっていうのはやっぱり大きいですよね、はい、そうですね、予想通りに暴れまくってくれました赤コーナー全日本女子のブル、そしてアジャ両選手です、素晴らしい、なかなか今日は楽しんでやってたんじゃないですか、まあね当然でしょう、まあ、うん、楽しんで勝つと、うん、いつも言ってる通り、うん、その通りになりました、相手の印象どうでした、まあ最初すごい不満だ不満だって言ってて、まあ思ったよりやるなと思いましたけど、うん、でもまあ、これではっきり前場の強さがよく分かってもらえたんじゃないかなっていうか、こっちはそんな技とか出してないんですよいつもの、うん、それほど出すほどのあれもなかったし、でその分でも向こうのものは全部受けてやろうって、まあ前場の一番の打たれ強さっていうところを見せつけたんじゃないかなと、なるほど、はい、私たちを楽しませてくれました、そしてブル中野選手最後にヌンチャクを渡しました、はい、ハーレーに、はい、ということはやはりそれだけ実力を認めたのかな、そうですね、あのヌンチャクやったのあの子初めてだったんで、うん、それでっていうか、はい、あげたんですヌンチャクを、うん、それはどういうことなんですかね、まだあの対戦とか全然決まってないから、あの勝手なこと言えないんですけど、もう一度やりたい、うん、次は大阪でも試合予定されてますけども、それに対しては
まあ、次はイーグル、カンドリーで、まあ、ハーレーは抜けるんですけど、まあ、イーグルっていうのはまあ大体今日でどんなもんか分かったんで、まあ、カンドリーもね、まあ、どんなもんだか女子プロ史上最強とか言ってますけど、うん、本当の最強とはどういうものか、カンドリーに対してよく教えてあげましょうと、そんな感じです。はい、本当に強い。非常にハードな試合だったと思うんですけども、はい、実際全日本女子プロレスの中量級コンビはどうですか。すごいです。やっぱりあんなに大きい人と当たったことはあまりないんで、大きいだけでやっぱり使う力もやっぱり使っちゃうし、だから結構いい勉強になりました。大阪大阪って言ってたけど、もうこっちも負けられないし、絶対大阪ではもう帰って帰ってきます。アジャ選手とあのタックル合戦した時の気持ちはどうでしたか。スカッとしますね。やっぱり小さい人はやっぱりもうあの吹っ飛ばせるのも分かってるから、やっぱりどこまで吹っ飛ばせるかなと思ってやってきたんですけど、ボディアタックでぶっ飛ば一発でもぶっ飛ばされたぶっ飛ばしたんで、すごい爽快だったんですけど、結構なんか粉とかなんか吹いて吹いてる。吹いてましたね。ああ。アジア選手のあの粉吹いてるあのパフォーマンスはどうでした。あのアブドラザのブッチアバリの。あんまり見てなかったんですけど。でも結構キャラクター的にすごいと思いますし、自分ももっともっと負けないようにね、もう頑張るしかないと思うんで、もう大阪はちょっと認めてくれたと思ったんで、このマッチ目結構不満に思ってたみたいなんで、でもちょっとは認めてもらえたかなって感じで、でももう大阪はカンドリーさんと組むんで、あとはちょっとしかないですけど、ちょっと練習してコンビネーションもバッチリにして大阪行ってきたいと思います。あのマッチメイクだとやっぱりハレが一番小さいからすごいやられたんですけど、でもハレも結構すごい小技で頑張ってたんで、最後やられちゃったんですけど、やっぱり的を向こうに絞ると思うんでね、すごいやられちゃったんで、でもまたこういうブルアジャーとハレと組んで戦えたらもう本当に今度はあの白星を狙っていきたい。